はい今回は麻生太郎の上川陽子への炎上発言に注目される裏に隠されていることについてお伝えしていきます今回もよろしくお願いいたしますこの麻生太郎とですね上川陽子の件以前にお伝えさせていただいたんですがまあ、その時にちょっとですね気がつかなくてその後に調べて分かったことがありますので今回は補足ということも兼ねてでまあこの麻生太郎とま上川陽子の関係についてもお伝えしていこうと思うので今回もよろしくお願いいたします 麻生太郎と上川陽子っていうのは2人とも売国党なんですね。で、麻生太郎と上川陽子に共通しているものがあるんですが、こう2人ともですね、有事肯定派なんですね。麻生太郎っていうのは、台湾有事は日本有事であると、わけのわからないことを言ってます。麻生太郎、岸田文雄、安倍晋三と、別に台湾有事は起こらないということです。何もなければね。 そういったものに踊らされたりしなければ何も起こらないんですがそういうことを意図的に起こす創始国米に加担している、まあ、その有事肯定派である可能性が非常に高いというか、まあ、そういって過言ではないと思います。で上川陽子というのもそうです。で上川陽子というのは大きな問題を抱えています。え運にですね、多額ののの金を渡していいますすが分からないんですよあの今の日本っていうのは のとの復興支援を最優先ににしななけければいけないのにえよくこういった話になると外国が財布が別だとかって言うんですがそんなことはないですしまあねこういう言い方もどうかと思いますけど知るかって話じゃないですか日本国内で国民が困ってるんだからそれを救うのが当たり前の話なんですよそれを外国語とか言ってる時点でもうわけわからないですからね。 で麻生太郎と上川陽子は何かこう言い争ってるみたいに見えるんですが、そうではない、仲間です。宗主国米の下にいる仲間であり、おそらく麻生太郎と上川陽子って何かしらそつながりが裏であると考えられるんですね。で、麻生太郎が上川陽子を評価してるんですが、それ評価する理由っていうのは、上川陽子が卯に多額の金を渡したことを評価してるんじゃないんですか、僕はそう思いますよ。2人ともどうかしてますから、普通に。皆さんも思うと思うんですよ。 このうにね。数条件を渡すお金があるんだって。そのお金日本で使えよって能登にね。お金も人も建築資材も必要なわけですよ。それが遅れることによって国民が亡くなっているわけじゃないですか。同じ日本国内に生きる日本国民が亡くなってるんですよ。それを考えない政治家っておかしいでしょ。売国奴としか思えないんですよ。だから、日本国民のことを全く考えてないっていうことが、この麻生太郎と上川陽子の共通点ですで。 麻生太郎がですね、上川陽子を上村とかって名前を間違えたとかって言うんですが、僕はこれっていうのもわざと間違えたと思ってます。意図的であると思ってます。麻生太郎はね、記憶がどうのこうのって言うけど、そんなことはないよ。麻生太郎は記憶はいいですよ。きちんと外国の言われた通りに売国してますからね。で、麻生太郎が上川陽子のルックスについて触れてね、どうのこうのとかって言ってますが、これっていうのも目線をそらすための、そういったことであると、僕はそういうふうに解釈しております。 麻生太郎っていうのは少し前に訪米しましたね、アメリカに行って。で、おそらくアメリカで次の内閣総理大臣をどうするのかとか、そういったものを多分聞かされてるんですよ。僕ら国民には言わないだけでね。で、その自民党内でよくわからないポーズを取ったりしてるんですが、麻生太郎の、まあ、したことっていうのは、そのね、完全に売国なわけですよ、上川陽子も。そして、ね、全然こういった、例えば麻生太郎と上川陽子の件を騒ぐんですが、ここから、今から僕が言うような話って全然取り上げもしないんですよ。全く取り上げもしないんですよ。 でも、ここからの話の方が、僕たち日本国民にとっては、本当に大切なことなんですよ。というか、国民が考えないといけないことが、これなんですが、このことには触れないんですね。じゃあ、それは何かという話ですえ。少し前にですね、麻生太郎が大阪のね、水道をフランスのベオリアっていうところにまあ落札することに、まあ、ね、えーまあ、なんていうのかな、推進したっていうか。 麻生太郎の娘がですね、このベオリアの幹部と結婚したんですよ。で、日本の水道をどん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 外資、外国に売るわけですね。それをしたわけですよ。まずそのことを知らない方もいる。で、それは、僕はお伝えしましたが、そういうことをしてるわけです。嘘でもなんでもありませんからね。で、今度はあの別の松山ってところでも、この水道がですね、ベオリアに業務委託されて、なんと、その松山の水道料金2倍以上になってるってことです。2.5倍ぐらいになってるってことで。 この今の国民生活が厳しい中で水道の値段が2倍とか2.5倍になったら国民生活どん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 厳しくなるじゃないですかこういったことを隠してるんですよ嘘でも何でもないですからねこれ SNS にこういったものが投稿されておりあ今こういうことになってるんだっていうことを、まあ、僕は気がついたわけですよ一般人でこういうことをおっしゃる人がいますからねでこの松山の水道に関してはあなんか飲み水がねおいしくなくなったとか飲み水から匂いがしたとかって言われて 質の,高質の、ね、低下っていうこともあるんですよ質がどん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 低下していくつまり水道民営化による、ね、松山の水質低下あるいはです、ね、水道サービスの悪化とかそういったことあるいは水道料金の値上がりとかそういったもので国民をです、ね、苦しめる方向に行ってるわけですよで世界っていうのは水道民営化に失敗してるんでそんなことしないんですよねにもかかわらず日本は水道民営化とかやってるわけですよ で、えー、日本国民がですねこの水道民営化で困っている国民の声は全く聞かずにですね上川陽子のどうでもいいことに触れているわけですよ。最低な人間たちですよ、麻生太郎も上川陽子もマスコミもね、うん、この僕たちが過ごす、国民が過ごすこの日本経済の中でこの国民生活がどれほど厳しいのか、その中で水道料金が上がったら国民生活がもうままならない状態なわけじゃないですか。 こういったことに気がつかれないように、えー、この麻生太郎と上川陽子でくだらないことをね、えー、ニュースにしてると、まあ、そういうふうに僕は思ってます。麻生太郎っていうのは、台湾有事は日本有事であるっていう、そのね、えー、日本を有事に、えーねえー、巻き込む、そういったことを言う、まあ、売国度、あるいはね、この水道民営化ですよね、自分の娘をフランスの、えー、そのベオリアの、まあ、人間とね、結婚させて、麻生太郎の背後には外国勢力がいますから、えー、その売国をすると。 でしているとで上川陽子もお、まあ、有事推奨派であり、ウニ、多額の金を渡していると、うん、こういった人間たちって議員やめるべきなんですよ、本当、日本国民のために1ミリもなってないでしょ。うん、で僕たち国民としては、ですねどのようにしていいのか分かりませんが、日本のこの売国ですよね、日本がどん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 外国にこの水道を売られたりとか、有事の方にに進むとか、そういったことにね、一人でも多くの国民が気づいて、僕もそうですが、みんなで、国民みんなでですね対策を考えていかないといけないわけですよ。このままいくと本当に もうどうなるかわかりませんからねで。そしてそういったことを隠してるんですよ。そして阿生太郎が上川陽子にこのおばさんがどうのこうのとかね。そういったマスコミの報道に出して、おばさんっていうのはどうなんどうとかなんじゃないのルックスはどうとかなんじゃないのそこが問題じゃねえって話ですよ。僕はそう思ってます。 あの少し前にですね、お伝えしたときに、この話、ちょっとね、えー、気がつかなかったので、その後調べていて分かったので、おそらくこの麻生太郎の件を騒ぐ裏は、このようなことであると思います。本当に国民がですね、考えないといけない状況であると思いますので、何かしらですね、お役に立てることがお伝えできたと思いますので、今回はここで終わります。最後まままで聞いていいててたた。だきまししありがとうございました失礼いた